浜の美産河館浜の美産河館は岩手県大船渡市の起来をはじめとする三陸地方で制作されていた未産が、2011年の東日本大震災以来の三陸の雇用創出を目的とする三陸に仕事をプロジェクトの企画によるもので震災により仕事を失った女性たちの手で三陸の漁網を材料として制作された 2011年6月の販売開始から2013年のプロジェクト終了まで驚異的な売り上げを記録したとともに被災者たちの精神面にも大きな効果をもたらしており全国的な評価を得たホワイトバージョンイエロー、ウィンター、桜なでしこ、ブルーの各バージョン三陸に仕事をプロジェクトは東日本大震災で仕事を失った女性たちの支援のため 仙台放送、岩手んこいテレビ、白報道の三社の共同により設立された。震災による失業者向けの再就職口としては、瓦礫撤去など男性向けの力仕事が多く、女性の再就職は困難な傾向にあった。そうした中、手先の器用な浜の女性に向いた仕事として、浜の女性らしいもの見るたびに、震災や津波を思い出せるものとして、 漁に使用できず放置されている漁網を再利用してミサンガを作ることが発案された。また、三陸に仕事を。プロジェクトの事務局長である雫石義高は震災後に大きなショックを受けている人々の中でかつて浜の仕事をしていた70歳代の女性が避難所で1日中働いている姿を見て仕事を与えることで人々を元気にすることを思い立ったという。 材料となったのは、三陸の漁網工場の倉庫に放置されていた未使用の漁網であり、この漁網製の太いミサンガと、朝日模製の細いミサンガを一つのセットとして、浜のミサンガ缶が完成した。缶とは、日本古来のブレスレットの故障でもあり、物、思い、コンセプトそれぞれが三位一体となっている言葉として、名付けられた。二0 1年四月下旬に製作者たちが集められ、 5月中旬から本格的な制作が始められた。制作者は当初は、お嫌いの地元漁師の妻など、平均年齢50歳代の女性たちが十数名だったが、後日のように評判を呼ぶにつれ、岩手県内には、三陸と釜石市に制作者チームが置かれ、さらに、宮城県にも南三陸町うたつ、石巻市、東松島市に、チームが発足した。 当初のお嫌いだけでも制作者は40人に増え、他にも、岩手の陸前高田市や釜石、大船渡市、上平郡大土町、下平郡山田町、宮城の石巻や南三陸町など、津波で大きな被害を被った地域の女性たちが制作に参加し、2011年12月には制作者は、東北全員で280人を超えるまでになった。最年少は19歳で、 2011年春から就職するはずだった職場を震災で失った高卒の少女であり、最年長は75歳。中には夫婦揃って震災で職を失い、未参加制作で一家の担い手となった主婦もいる。震災から約1年半後の2012年9月には、制作者への賃金配分が売上全体の52.4%から45.5%に、 引き下げされた。これは、熟練した制作者は、時給が1000円を超えており、これがむしろ本業復帰の妨げになる恐れがあるため、制作を支援する事業から、小さくても、地域の制業になる事業へ移行させるため、売るコストに配慮することが、狙いとされる。また、白報道は、未参ガの制作者は一部を残して卒業させ、被災地ツーリズムの活動や、食堂経営など、 地元の新産業への移行を促していた。震災翌々年の2013年時点では、宮城の製作チームも本業復帰を第一とするため、三角から一年で製作を終了することが決定しており、最終的には、同2013年12月、約1億2000万円の収入をもって、生産を終了した。2011年6月11日、森岡市内の店舗で、 試験的に限定販売が行われ、大好評で1200セットがあっという間に完売し、しかも購入希望が1万セット以上も寄せられた。翌月の7月11日には、正式にインターネットによる通信販売が開始され、2000セットがわずか2時間で完売。ツイッターやフェイスブックなどでの評判によって、販売先のサイトには43万件ものアクセスが集中し、 販売数分後には一時的にサーバーがダウンしてアクセス不能になるほどだった。ヤフー検索ランキングで前日に比べて検索数が急増したキーワードを紹介する急上昇ワードランキングでは2011年7月14日に魚脳三サが発表された。8月11日には4000セットが完売。制作が間に合わずに 新たな製作者を募集するほどとの盛況となった。その後も売り上げは、好調を続け、2ヶ月後の同年10月には、生産が追いつかずに、予約待ちが発生するほどとなった。通信販売の他にも、ファッションブランド店など、東北と関東地方を中心に、全国十数店舗で販売されたが、どこでも入荷待ちの状態が続いた。未参賀の売り上げのうち、 材料費や処刑費を除く約半分の売り上げが制作者たちの収入となるシステムであり、制作ペースの遅いものでも1ヶ月に2万4千円、最高額の記録保持者は1ヶ月に16万7千円の収入を得ている。また制作者以外にも生産管理者たちやプロジェクトを支援する役割の被災企業や被災者たちにも約1割強の人へが支払われている。 2011年を終える頃には製作者たちには約6700万円、生産管理者たちにも約1000万の収入があり、翌2012年4月には売上総額はついに1億円に達した。一般的に手芸品の販売価格は1つ500円から1000円であり、1000個売れても売上は100万円であることから、この売上の数字は桁違いと言える。 2012年3月に東京都で行われた実演販売も約4時間で完売。各地のアンテナショップでの販売されたが、関東では即日完売する店があったほか、遅くとも2日以内に売り切れ、大阪府でも約1週間で完売に至っている。大阪の店舗では購入者は20歳代から40歳代までのボランティア意識が高い客たちが中心であり、 被災地の支援になるために継続して購入する客も多く、若い世代のリピーターが多いという、経済的支援を第一目的として始められたこのプロジェクトであり、実際に制作者からも収入を得られることを喜ぶ声が上がる一方で、制作者たちのコミュニケーションの向上など、精神面においても妨害の効果を生んだ。仮設住宅に住む被災者たちは、方々から集まっており、 隣近所は他人同士であることがほとんどで交流もなかったが、ミサンガが共通の話題として、交流のきっかけになる様子も見受けられている。制作者同士で作り方を教え合うなど、仮設住宅内で人々の往来が急増したケースもある。同じ被災者同士とは言っても、家を流された、家族を失ったなど、抱える問題は人それぞれで、話せば話すほど辛いこともあるが、 ミサンガならば話題が共通し、話を一つにできるといった事情もある。ミサンガ制作を始めて、以来の制作者たちの最大の変化は、笑顔になったことだとも言う。前述の最年長の制作者である75歳の女性は、震災後に変化に乏しい避難生活を送っていたが、ミサンガ作りに参加して以来、次の日が来るのが楽しみになったと語っており、他の制作者たちからも、 作るのが楽しい、朝が待ち遠しい、仲間と共通の話題ができ、作業が楽しい、ミサンガを通じていろいろな人と知り合えた、孤独な生活だったが、ミサンガのおかげで友人ができた、働く喜びを感じるなど、多くの喜びの声が上がっている。家や多くの知人を震災で失って、辛い思いをした制作者から、ミサンガ作りに没頭すると余計なことを考えずに済む。 集中していれば落ち込まずに済み、気づくと日付が変わっていることもあるとの声も寄せられている。震災後、テレビでは自粛のために企業コマーシャルがほぼ解無となり、空いた放送枠の中で本プロジェクトの未参加による制御支援をテーマとしたコマーシャルがあたかも公共広告機構のように放映され、新聞にも多数取り上げられた。一方で信頼が落ちることのないよう、 製品の品質管理にも気を配ることで売り上げが維持された。こうした発信力とブランド化により支援したいと思う人々の気持ちを集めることができたと見られている。ミサンガの売り上げによる制作者や被災者たちへの支援の金額はプロジェクトの公式サイトで公表されており、購入者にとっても支援度合いを確実に把握でき、購入が 被災地支援につながっていることを実感できるるシステムとなっている実際に購入者からも行き先の分かりにくい義援金と異なり、制作者たちへ確実に収入が届くことが分かることを評価する声もある。また地元で制作に携わっていない住民たちは、開始当初こそ未参加制作に回帰的な声が多かったが、後には支援者からの見舞い金の例に未ンガを買って送るなど、 地場産業として住民たちに認知されるに至っている。制作者から地域活性に役立っている実感があるとの声もある。雇用喪失とともに被災者たちの気持ちを上向かせ生きがいを取り戻すという意味においてもこのプロジェクトの効果は大きいと評価されている。本プロジェクトの他にも震災後の仮設住宅では 手仕事で収入を得る試みもあったが売り上げはさほど多くなく被災地への関心が薄れると売り上げが急落するため長続きしないという悩みもあったそうした中本プロジェクトは手芸品を商業ベース乗せることで順調に展開させるといった面においての評価もある自立復興を支援する一般社団法人キャッシュフォーワークジャパンでは 本プロジェクトは自立するための仕事のモデルケースとされ、その完成度は最高と評価されている。純粋に服飾品としてみても、プロのデザイナーによるデザインが原型となっており、デザインも可愛い、おしゃれなデザインとの声もある。数種類の色のバージョンがあることから、好きな色を選んだり、洋服に合わせた気軽なアクセサリーとしての楽しめるとの評価もある。 NHK で2013年に放映されたテレビドラマ、アマちゃんにおいて、東日本大震災が取り上げられ、同年9月の第140話では、浜野美さんが同様、震災後に浜辺に放置された漁網を再利用し、被災地の女性たちが美さんがを作る場面があった。この場面が浜野美さんがと共通することから、一部では、浜野美さんが,が、アマちゃんの美さんがのモデルと報じられた。 この影響により、浜のみさんがへの注文が殺到して、売り切れまで生じ、放送の数日後には3000以上の在庫が完売となる事態に至った。なおドラマでは、本業の合間に手早く制作していたようにも見えるが、実際の浜のみさんがは、制作にかなりの時間がかかり、ドラマ放映時期の2013年9月時点では、最終的な出荷までには1ヶ月以上を要していた。 ありがとうございます。